かはきっと報われる。いつでもね、いつかもっと、もういつでもいいから決めてよ。そうだよな、だからいつかか、誰かがきっと見てるから、誰でもない誰かが言った、もうあんたでいいから見ててよ。そうだよな、だから誰かが、ああ、なんかもう恥ずかしいくらいいけるような気がしてる。ずっと誰にも言わなかったけど、今なら言える。嘘をつけば嫌われる、本音を言えば笑われる、ちょうどいいところは埋まってて、今さら帰る場所もない。現実を見てうなだれる、理想を聞いて呆れ返る。なんとなく残ってみたものの、やっぱりもう居場所はない。もしも生まれ変わったならいつかでも